こんにちは、 XBOX 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は7月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと7月31日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。ド M、 7月18日発売、発売日初日からゲームパスに対応しています。モノクロの世界観で作られた 3D アドベンチャーゲーム、非常に可愛らしい手書き調のキャラクターやグラフィックが特徴となっていて、カメラを使って写真を撮影し、様々な人々の悩みを解決していきます。通常のプレイ中は見下ろし視点、カメラを手に取ると一人称視点となる凝ったゲームの作りで、まったりとした雰囲気の世界を探索し満喫することができます。ちなみに今作は起動時は英語ですが、オプション画面から日本語に変更して遊ぶことができますよ。マーケット、7月19日発売、発売日初日からゲームパスに対応します。 3D アドベンチャーと騙し絵の要素をうまく組み合わせた一人称視点のパズルゲームとなっていて、近づけば近づくほど物体が大きくなっていく遠近法を用いたトリックアートのような作りで楽しめる作品です。本作には人生観をテーマにしたストーリーが収録されていて、メッセージ性のある物語を楽しむこともできるとのことです。騙し絵をうまく取り入れたパズルアクションゲームといえば、ゲームパスに対応し遊ぶことができるスーパーリミナルも似たようなジャンルのゲームですね。スーパーリミナルは錯覚をうまく利用したギミックや見解が非常によくできていて、目に見えるものが正しいとは限らない数多くの衝撃を実際に体感できる素晴らしいゲームで、パズル系はあまり遊ばないという方でもぜひ体験してみてほしいです。そんなスーパーリミナルと似たような作りなのかなと感じる今作、マーケットも楽しみですね。ザ・ワンダリングビレッジ、7月20日発売、発売日初日からゲームパスに対応します。さまよう巨大生物オンブの背中の上に街を作り生活をしていくシミュレーションゲーム。世界は猛毒の胞子によって侵されていて、人々は生き延びていくために限られたオンブのスペースをうまく活用して村を機能させていくこととなります。本作では容赦ない天候や吸血寄生虫など多くの試練が待ち受けており、様々な困難を打破して村人たちとオンブの双方の生存を果たすべく活動することとなります。フィグメント2フリードバレー、7月20日からゲームパスに対応します。今年の3月に発売したばかりのタイトルが早くも追加されます。人の心の中を舞台にした 3D アクションアドベンチャーゲーム、独特で色使い豊かな美しく不思議な絵本のような世界観が描かれていて、基本的にはアクションによる戦闘とパズル要素の攻略を行い進めていくこととなります。今作最大の特徴はミュージカルのような構成のボスとの戦い。登場するボスである悪夢にはそれぞれテーマ曲があり、音楽に合わせて敵の攻撃をうまく回避し戦っていく戦闘を楽しむことができます。本作はローカル協力モードに対応し、2人でのプレイが可能で日本語にも対応しています。シリアスサムシベリアンメイヘム、7月25日からゲームパスに対応します。昨年10月に発売されたタイトルで、シリアスサム4の単体で遊ぶことが可能な追加ストーリーのような立ち位置の作品となります。基本的には4と同様の群がり押し寄せる膨大な数の敵たちをとにかく銃で倒して倒して倒しまくるキャッハーなステージクリア制の脳筋 FPS ゲームとなっています。日本語には未対応ですが、非常に単純明快な道を進んで敵を倒し、道を進んで敵を倒しという流れのゲームなので、英語でも問題なく遊べるかと思います。また最大4人までのオンライン協力プレイにも対応しています。とにかくあーって叫んで突っ込んでくる敵を何も考えずあーって乱射しまくりたい方におすすめの作品です。
超 B 級な感じの悪ノリが好きな方、ぜひ。私結構好きな作品です。ベンバ1月31日発売、発売日初日からゲームパスに対応します。インドからカナダに移住してきた家族の母親ベンバとして、日常で起こる様々な出来事を追いながら、破れたレシピを解読していき、そのレシピをもとに南インドの伝統的な料理を作って食卓を囲み、家族との交流を楽しむことができる物語重視のクッキングゲーム。ベンバには夫と息子がいて、彼らとの家族関係や愛、喪失をテーマにした物語を楽しむことができるとのことです。テレステ8月1日からゲームパスに対応します。2021年10月まで対応していた今作がゲームパス復帰となりました。心の闇と戦う少女として山の頂上を目指していく 2D アクションゲーム。移動とジャンプ、そして空中ダッシュと基本的な操作はシンプルながら、そのステージ構成は驚くほどに見事で、完成度が恐ろしく高い傑作です。綺麗なドット絵と激しく爽快な操作性、そして耳に残る美しい BGM が今作の魅力で、いくつかのファミコン時代のゲーム作品のオマージュの要素もあり、そういった発見もゲーマー心をくすぐります。見逃さず必ず遊んでほしい作品なので、リプレイの方はこの機会にぜひ。ここからは7月31日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。アベンジャーズディフィニティブエディション、映画アベンジャーズを題材にした 3D アクションゲーム。開発はトゥームレイダーシリーズでおなじみのクリスタルダイナミックスが担当しており、アクション面や戦闘面はクオリティが高く楽しく操作ができるほか、最大4人での協力プレイにも対応しています。本作現在ではシリーズ XS 向けのアップグレードが行われ、フレームレートの改善やロード時間の短縮、テクスチャの高解像度化や破壊表現の強化など、様々な改善が施され、かなり出来のいい作品に生まれ変わっているので、気になる方はぜひ遊んでみてはいかがでしょうか。私はクリアまで11時間でした。他にもサイバーパンクな世界を舞台にした見下ろし視点のソロ&協力アクション RPG のアセント、夢の世界と現実とを行き来するローグライクアクションゲームドリームスケーパーなどが外れることとなります。ということで、今回は7月後半にゲームパスに新たに追加されるタイトルと外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も XBOX の最新情報やレビューを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。 Twitter の方も情報発信行っているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。